着れねえだろ。なあ。みんな忘れるんだよな。あいつ国会議員やってる時にな、国会の弁当をな、べくれてる弁当を食いに行くのってネットでその動画上がってんの。お前、福島さんの食材が入ってる弁当をべくれてるって言ったんだよ。汚染されてる弁当俺食うのみたいな、これ動画上がってんだよ。そんな野郎だぜ。手紙渡したりよ、バカだろ。あんなケビ、ダメだろ。ヤマトだろうなんてまともじゃねえ。どっからか おかしくなったんだよあいつは。誰があいつのバックにいんのか調べりゃわかるだろう。変な民間があいつのケツ持ってんだろうな。桜井に入れます？やめとけよ。あんな ヘイトに入れたって何にもなんねえよ。桜井に入れますって、お前あいつ桜井じゃねえから、本名高橋だから。公安からも目つけられてんだから。あ？あ、高橋じゃねえ、高田な。そうだよ。そうだ、俺だって警視庁の公安から俺に電話入ったもん。おめえ桜井とおめえ喧嘩してんのかっつって。公安部からおめえ俺に電話入ったよ。おめえどっから俺の携帯番号調べたんだ。意外とやってんだね、俺、ぐいぐい。昔はな、やんちゃ坊主だから、俺は。あれやれっつって。ああいうヘイトとか、ああいうことやるやつは俺好きくねえから。俺はね、物言えない人間に上からあんなこと言ってやるんじゃねえよって。どっから金もらってやってんのか知らねえけど、
俺は好きじゃないよ。何言ったって上っ面だけだこいつはって思ってるから。この国のことなんか考えてねえよ。どうせ今回立場通らねえから、みやびが話に入れなくて拗ねた時、そうそう俺と立場が話してて、ちょっとみやび邪魔だよみたいな、そういう時ね。いいんじゃないの。さすがに手当たり次第やってんだみたいな。まあ俺に声かけるぐらいだから手当たり次第なんだろうな。俺は乗らねえけどな。やだやだ、勘弁してよみたいな。なあ、勘弁してよ。政党助成金で大金持ち？鮫島にも声かかってたわ。マジで？無差別に行くな。めちゃくちゃだな、ほんとに。見境ねえな。マジで。そうなっちゃうと思う。すごいよな。でも、やりたいって思ってるのもいるんじゃない？知らねえ。俺は興味ねえから。外野が一番楽だよ。だ、よくわかるよ。評論家が一番楽ね。わかる？みんなテレビで評論家がなんであんだけ偉そうなこと言って、じゃああいつらそんだけ政治のことをよくわかってんだったら、てめえが政治家にならねえのかって。なったら言えねえから。
だから、うん、そんなこと、もうお分かりですよね。字が違うよ、しげに。下だよ。橋下だよ。それ、橋本に書くと、あの人結構怒るからね。連邦と一緒だよ。ああ。怒るよ。ブリックさん、いらっしゃい。ブロックです。掲示板ボーイは、向こうに行ってください。さよなら。バスへ？もうだって呼ばれねえだろ、あんなの。だから結局、政治家やって、な、ああ、別荘売るとかなんとか言ってたのに、まあ、いまだにお前、あれだろ、湯河原の別荘売ってねえんだろ？あのじじい。なあ。こっぱいだろ。なあ。え？その前のおめえ、猪瀬、もう都知事は全部ダメだよ。猪瀬は。バッグに5000万が入らなかった、体だ。コントだよ、あんなの。マジで。あれよ。もうよ、下手だよ。コントより面白いよ。延々エンターテイメントだよ。ああ。マジで。くぇ。元暴走族スーパークレイジー君西本誠っていうバカなやつもいる。都知事選にほっといてやれよ。立候補してのほっとけよ。遊んでんだろ。供託金パーになるだけだよ。なんかもう全落ちだったんだから。ああいうネームバリューのある人でさえダメなんだから。菊池桃子あたりが都知事選バンって出たら、俺下手すりゃ小池百合子を落とすかもしんねえな。
って思ったんだけど、どうよ。いや、もう遅いけど。なあ、俺の中ではそれがあったんだよ。一瞬こう、ビャーってよぎったんだけど。なんも、がっつり、行くかなって思ったんだけど。ああ。いいだろ、俺の感覚。木を見るというか。ああ、できてるよ。うん。さすがに小泉候補は出せねえからよ。ああ。とにかく、まあ今回の都知事選は何の見応えもないよ。うん。だって勝負になんねえだろ。一択だよ。だから俺に言った通り一択なんだ。小池一択なの。もうだから、対抗馬がいねえんだからもうしょうがねえんだよ。ああ、下がガチャガチャやってるだけ。もう。だから小池百合子なんか選挙活動なんか大してやってねえよ。下が揉めてりゃもう、下がガチャガチャやってりゃもうそれで楽なんだから。うなさん出たら3着まで行きそうですね。ふざけんなよ、お前。今日も配信ありがとう。フロットはあろうなむぬ気になった。あらありがとう。石原慎太郎、小池嫌いだから太郎に入れます。むしろ俺はそうじゃなくて小池にゆり子のままでいいと思うけどね、菅谷。だって太郎が都民の生活をリセットできるとはいい方向に持っていけるとは思えないもん。あの人局長だからね。あの人無投票でいいじゃん。入れるとかじゃなくて菅谷。
ノーカンでいいじゃん。ノーカウントでいいじゃん。小池はコロナで株を上げた人に、いや無理無理、ポンコツ。あんなの吉村のパクリやっただけだから。そう。だからあえて一票を太郎に入れる必要もないんだ。ノーカン。わかるよ、俺の言ってること。いや、ちょっと待って、桜井誠はやめとこうよ。